式戦、序盤戦の天王山、京都府立体育館であります。川波様、赤コーナー青コーナーに揃いました。この2人の対決、始業時代の昭和58年3回戦い、伊沢の3勝でした。あれから9年、全日本版での頂点だった2人は9年ぶりに昨年の10月武道館で20周年記念大会のメインを張りました。伊沢がタイガースープレックス2連発で29分52秒、カードをホームに去っております。その後、世界最強タッグ優勝を果たした伊沢河原、皆さんご存知の通りであります。さあ、年が明けてあれから半年、春を迎えました。伊沢か河原か、三冠王者伊沢、今ゴングが鳴りました。拍手はありません。前回の戦い、河原が屈伸運動、この後伊沢の強す、小倉が強だ、動きがありましたが、今日は2強回した。河原の心中はいかに、河原の心中はいかに、組み合った。前回の対戦はここでバックドロップを打っている。押し込んでいった河原、水平チョップ、後藤一戦水平チョップ、伊沢これを受けました。とにかく川田は全シリーズからファンに新鮮なカードを提供するためにも、自分が一皮を向けるためにも、ショースライ軍からの一人立ちをほのめかしております。右の水平チョップ、そのリアクションが注目されるところでありますが、さあ伊沢がエルボーを返していった、ロープに騙せ、ドラッピックかわした、アロノシがかわしました。そして顔面キー、側頭部、そして歯を食いしばって、もう一回このキックを捉えた、エルボー、カウンターに入った、タイガードライバー、腹が回った、水木郎どうだ、カウンター立つ、前回は川田のスイッチブラック、バックドロップ、今度は伊沢、野村さんどうです。あ、すごいですね、2人ともものすごい気合いの入り方だと思いますよ。まあ、その川田の願い、京セラ離脱、そして新しい旅立ち、しかし現在は公式大会のシリーズでもあり、それはリアクションを起こすことは難しいようであります。しかも開幕戦、今首にストンピングを打つ伊沢でありますが、川田はウィリアムスとバックドロップで首を負傷、体の不調を訴えております。川田コールが起こってきた、まあ、その苛立ちもありましたが、いつまでもおとなしくしてたら俺はこのままになってしまうという複雑な心の中を披露してくれました。この川田、伊沢越えなるか、伊沢足を捉えました。川田のキック許しません、伊沢をロープに飛ぶ、ガブキウィリアムスを指針出した、ガーデンキ、野村さん、いや今もう鼻のところへ前が入ったんですね、はい、そうですね、はい、いやー驚きました。これは有効です、非常になりました。河原としあきカウンターで打ちました。伊沢は今場外転落であります。まあ、昨年10月の対決は友情対決とも言われました。本当に素晴らしい戦いでしたが、あれから5ヶ月間を経て、この河原、場外の伊沢、両友の立場も気持ちの持ち方も一変してまいりました。それでは野呂さん、はい、非常に波乱に含んだ一戦ということが言えますよね。そうですね、まあ、しかしそれに対しまして伊沢は甘えだ、一歩踏み出せないんだ、最後の勇気を出してみろというふうに河原にエールとも、あるいは先輩の意地とも言える発言を行っております。三沢に対しまして、さあ河原、これはフェイスロックであります。さあ河原のフェイスロック、三沢の18番を先に打っていきました。河原としあき、岡山大会反戦戦、そして佐世保大会ドリー戦を経て、来週放送の大阪は田上、3週後放送の名古屋は小橋、前半戦非常にきついスケジュールとなっています。首4の陣取りました河原としあきです。河原さん、これ両選手お互いに手の内は知ってるわけですよね。もちろんですね、となりますと、はい、ポイントはどれになりましょう。やっぱりこのやっぱり気力の問題だと思うんですけどね、はい、2人ともね、闘志がものすごいあるんですけども、河原選手の場合には表面に出るタイプで、まあ、三沢選手の場合には完全に内に秘めてある闘志っていう感じですからね。なるほど、気迫の河原、そして冷静、内に秘める三沢、静かに燃える三沢、静かなる闘志、こう申し上げていいかもしれません。それからさっきの顔面キックのように手の内を知ってますから、不意な動きかもしれませんね。そうですね、そのあたり、お互いに作戦はどういう風に描いているでしょうか。前回の秘密兵器は川田がドラゴンスープレックス、そして三沢がタイガースープレックスでありました。今日は川田の顔面カウンターキックが決まっております。首4の時間ペースを取りました。川田俊明、何があるボディースラム迎え落とす、サッカーボールキック、肩口、そして背中、三沢がタイガーマスクになるためにキックの練習を積みました。練習パートナーは川田でした。その時
このキックについては川でもその間選手は2様以上と言われたことがあります。そうでしたね、はい、はい。そして間接攻撃に行きました。締め技であります。前回の対戦は三沢がフェイスロック、川田がストレッチプランというものを出しておりますが、現在はキャメルチクラッチ式のフェイスロックに行っております川田と千秋。前回は三沢のフェイスロックを2回耐えた川田、そして川田のストレッチプランをなんと40秒耐えました三沢ミサル。現在は川田の締め技、ご覧のラクダ式のキャメルクラッチ式のフェイスロックが決まっております。決まり具合どうでしょう、小室さん。そうですね、はい、もうちょっと絞れればいいんですけど、だけどかなり決まりつつあると思いますね。なるほど。ああいうあのフェイスロックとかああいうのはですね、はい、要するに徐々に徐々にその綺麗に決まっていくんですよね。なるほど。すんなり入るってことまずないです。わかりました、今度はブレンバスター合戦です。意地が交差します。前回ママさんの話では先輩の意地で見さなかった、しかし後輩にも意地がある。同時ミスリーパーだ。今5分が経過、川田同時ミスリーパー、まずコールだ。締め技を対応、ペースを握っている川田節。リングの中央でほぼ決まっています。まあ、川田選手の首の負傷なんですけれども、はい、小室さん、首というのはどういうところに影響が出ますか。いや、もちろん首は、はい、首ともう首自体もあれですけどね、あと腰とか、はい、要するに首をかばうために、はい、その他の部分にはね、負担がかかる場合があるんですよね。なるほど。だけども今回の場合は、はい、あの昨日の試合を見たり、はい、まあ、今日の序盤戦を見てる限りではですね、まあ、あの投手でちょっとその傷をカバーしてるって感じしますね。サッカーボールキック。まあ、桃田さんもメキシコ修行時代16回を抜けが3日休んだらという記録が残ってますが、はい、これが来ましたね、川田も ね、 ね、記録じゃ絶対にナンバーワンじゃないですか。そうですね、そしてこの三沢のやり方、卓球をして出てきた時がありましたよ ね、 そうですね。本当にレスラーってのはすごいと思います。まずは三沢、場外にステープリズムを取りました。まあ、その怪我でもこの頑張る川田のこの心意気、心理状態、これは三沢が満身創痍だっただけにここまで三冠王を掴んだその状態で、心理ってのは分かるでしょうね。そうですね、そこら辺の心理ってのはお互いに分かってると思いますね、はい、怪我の中、鶴田越えを果たした三沢、さあ、現在首を負傷しておりますが三沢越えなるかどうか。エルボーを打っていきました。エルボーの本拳、三沢も返す。さあ、しかし変わらず打ち勝っているか。なんとしても三沢、前回のようにこの今のエルボーで川田の出足を止めたいところであります。川田も三沢を打っていますよ。あー、胸のミドルキック。1回よりは2回、2回よりは3回、2人の戦いもね、あー、顔面だー、腹っ端だと。もっともっともっと激しい打撃戦になっていくでしょうよ。予測通りになりましたね。そうですね、もう本当に激しい序盤からの要するに攻防ですね。はい、まあ、打撃戦といえば川田が今優位に進めておりますが、川田得意の打撃戦の分野でも三沢三冠チャンピオンの意地があります。前回はその打撃戦に応じました三沢ミサルです。この後どういう風にどういう風に挽回していきますか。三沢ミサル、2人が間を取ってますがね、はい、川田選手はあの前回の対戦からね、はい、感想として三沢選手は間の取り方がないということも言ってますよ。あの川田選手の場合にはやっぱりどっちかというと阪神選手なんかと似たタイプでガン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 行くタイプですからね。フェイスマスター、ああ、はい、そうですか。三沢ミサル、後頭部を強打したか、苦悶の表情であります。まさに一瞬も気が抜けないピリッとした空気がこの川田の戦い、リンゴを充満しております。三沢が入ってまいりました。また相手の内は知っている。ならばどうする、勝ち上げるエルボー、すくい上げるエルボー、打ち込むジャンピングキック、右から左、打撃戦一歩も引かないですね。すごいですね、小室さん、はい、三冠チャンピオンとして打てる勝つ胸を貸すという全然ないじゃないですか、そういうところは。あのこれはですね、やっぱりもうお互いにお互いの実力を認めてるということですよね。なるほど。下手にその余裕を持ったような試合運びをしたら自分は危ないと、そんだけ相手を認めてるということですね。ラクダ式のスリーパー逆に返していきました。さっきのお返してありますが、川田フンヌの表情でこれをサードロープに逃れております。なるほどね、さあ今度はフロントのヘッドロック、締め方によってはこれで人を殺すこともできます。強烈な締め、フロントのヘッドロック、締め技には締め技、打撃技には打撃技、一歩も引いておりません。
三沢ミサル DDT、 これは強烈ですね。今は首を完全に決めてからの決めながらのですね、DDT を打っていきました。かなり綺麗に入ってますね。はい、はい、まさにお互い様子を見ることをしない先手必勝という感じのこのチャンピオンカーニバル公式戦30分1本勝負、三沢 VS 川田であります。川田の表情はどうか、足が縮んでいる。おー、サッカーボールキックは三沢ミサルです。三沢ミサルは来週放送の富山ハンセン、来週放送大阪小橋、長岡タグを経て3週の放送名古屋ゴディ、明日のウィリアムス、ゆっくりからのスケジュールになっています。2点は落とせません。これまで川田は1点、ウィリアムスと引き分けました。そして三沢ミサルは2点であります。どちらにいたしましても落とせない一戦であります。さあ今度はコーナーマットを使いました。川田も逆襲、ラフに笑う、一歩も引きを取らない三沢。川田今度は走り込んで裏返した。川田小原さん、この気迫どうです。いや、素晴らしい気迫だと思いますよ。絶対お互いにね、もうちょっとの隙があれば、はい、すぐ攻撃に転じてますからね。本当にそうですね。さあ一進一退の攻防に早くもなってまいりました。この後お互いがどういう作戦を取ってくるか。川田が先に立ち上がりました。いい試合よりも印象に残る試合をいうふうに川田は話しています。いい試合、そして印象に残る試合です。序盤戦から息の抜けない一進一退の攻防。先ほどの三沢と同じようにフロントのヘッドロックを取った。しかし三沢がそこを突進、何を警戒している、何を考えている、何をつなぐ、何を打つ、エルボー。川田も苦しいぞ。しかし苦しい顔を見せられない。そうだ、キックを返す。川田としてロープを使う、走り込んでのカウンターキック。高校時代は単に1年後輩というだけで実績的には遜色がなくありませんでした。川田と三沢、しかしプロに入ってから2人の差は大きく開きました。デビューまで三沢が5ヶ月、川田は7ヶ月。ダイビング2位ドロップ。そしてシングル初白星まで三沢が2ヶ月、川田が1年4ヶ月。どこの会場でも目指す一生の種まく。小川が入るまで2年半雑用分かりをしました。川田俊明、シングル初白星まで実に205連敗であります。川田俊明、苦しかったアメリカ、そしてカナダでの使用、ストレッチプラム。三沢知っています。これを前回40秒こらえました。そして三沢のタイガーマスクの練習パートナーを務めたのがこの川田俊明。三沢が練習した後必ず同じ練習を繰り返す。川田の姿がそこにありました。川田のダリアット、タイガーマスクのデビュー戦ではセコンドについた川田。昭和63年3月にアジアタッグチャンピオンとなりました。プロ入り初体感、タイガーに遅れること2年半の栄光でありました。パワーバム18番得意技、川田の魂炸裂。カウント2、超スライ軍の両エース、川田、三沢、いや日本マット界を代表する超スライ、三沢、川田。超スライを卒業しても、仮に卒業してもこの気持ちは連れてってほしい。そして三沢、温かく厳しく成長を見守ってまいりました。先輩三沢、パワーバムに厚めこらえた、こらえました。顔面キック、いつも三沢の栄光の背中を見て頑張ってきた川田。川田の究極の目標は三沢越え。先輩行くよ。さあどうだ、パワーバム、さあどうだ、打った、パワーバムしました。カウント2。そして川田の姿、5年前の昭和62年からレバースをつけ蹴って蹴って蹴りまくるシビアのファイト、川田氏ファイトが開花し始めました。思い出すのは初めて世界タッグチャンピオン、いや最強タッグに出場した昭和63年のあの日か。さあストレッチクラブ2回目、平成2年目が多くの仲間盟友と別れました。頭をよぎるのはいつのことでありましょうか。鶴田を破った三沢を肩車して、この川田、虎のマスクを外してやった川田、それで取った世界タッグベルト、あの日からすでに三沢川田の戦いは始まっていたのかもしれません。ストレッチブラウン、今日は何秒耐えるか。三沢どうだ、リブアップか、川田、三沢ぐらいになるか、どうなんだ、
どうなんだ、どうなんだ。19年の8月結成した超スライ軍、これはミサ、ミサは捉えました。超スライ軍集大成のまさに素晴らしいファイト。結束の時代から自立の時代へ変わらん。あーっと顔面キックを捉えたミサは返していきました。ファンは言います、ファンは言います、この2人に勝ってくださいと、一人も頑張ってください。ファンだって中央決勝の方が強いんです。すごい張り手合戦、すごい張り手合戦。いやーミサは待っていった。この2人の試合はいつも満身創痍、面白いけどこの2人の試合、超スライの試合は強いんです。もう参ります。さあタイガーファイバー出るか。問いかけて三沢はこれに意地を持って答えております。さあ本日団体予選だろう。パワーバム、パワーバム打った、打った、打った、どうだ、惜しい。これが10年間耐えに耐えた男の力、生き様です。男はここまで強くなれるんでしょうか。純な信念、歴史が変わる、川田が変える、どういう結末が待っているんだ。はい、言葉が出ません。いやもう本当にすごいですね。川田選手が今もう本当にスパートかけてますからね、いや三沢選手ちょっと今かなりダメージがもう効いてきてますよ。カラボンもかなり受けてますよね、耐える三沢、そして川田が攻撃の手を緩めてはいけません。大量離脱がありました。鶴田の長期決勝が現在続いています。野村さん、2人の頑張りなくては今のこの全日本フィーバーはありえませんよね。そうですね、野村さん、理想を変えるのは誰でも自由だ、言える、はい、でも不連実行ってのは難しいことでしょう。はい、その通りだと思います。時代が人を作るのか、下が時代を作るのか。さあ、これは野村さん、野村さん、いや今ストレッチプランのディフェンスしてますか。変形のところのような形ですか。右のキック、今面白い入り方しましたね、なんかフェイスロックを行きたいみたいな感じありましたね、はい、今ね、はい、さあ三沢が返しました。そして本家本元フェイスロック入りました、フェイスロック入りました。三沢にさらフェイスロックできました。さあどうだ、さあどうだ。頭をよぎるのは共に18歳の時に入門、若手の修行時代キルタ道場で共にスパーリングに上げられた日でしょうか。そして三沢川原ともに放送席の桃田さんを乗り越えていった修行時代でありましょうか。川原頑張りました。現在調査ライフ離脱かどうかで揺れている川原、それだけに三冠王者三沢さらに負けられません。タイガー今ドライバー、タイガースペックスゴールしましたね。そうですね、もう一回いった今度はジャーマン、ジャーマンスペックス。先ほどまでのあの後藤のような攻め、今度は三沢の攻めが始まりそうです。さあどうだ、マラトペスシーダがあるぞ。河原の試合ダメージはどうでしょうか。入門2人とも90キロなかった体、現在河原110キロ、三沢も110キロ、よくぞここまで大きくなりました。フェイスラップ、フェイスラップ、フェイスラップ。あまり大きい体ではないためエリートとしての鶴田のような期待はかけられていませんでした。でも頑張ってここまで大きくなってきた三沢川原、時代がファンが共鳴するファイト。6600人、川原コール、三沢コール、フェイスラック自ら外したぞ三沢ミサル。もう一回リングの中央でフェイスラック、這い上がれるか川原、叩き潰すか三沢、どうだ。しかし川原諦めない、諦めないんだ。この選手は勝負を捨てない。ならばカバー、カウント、カウント2つ頑張る三沢ミサル。そして河原としや気迫を共に勇気を携え誇りをかけて戦う男2人、タイガードライバー、これも返した。春ランマン、夢ランマン、河原の気迫、三沢の闘志、虹、もう一発いくか。三沢のこだわり見事です。ボディースラムから何を持っていくのか、トップロープだ、河原危ないぞ、河原危ないぞ、フライングボディ
声援がカードを借り立てます。そういえば世界タッグを取ったのもお互いのライバル意識がいい意味でコンビネーションに結びついていたんです。さあスライディングキックから、これはタイガーマスク時代の動きだぞ。空中戦飛べるフリー級空飛ぶ五冠王三冠王トペスエシーだ。トペエルボー前回も出しました。これで川田の動きを止めました。今回はどうか。あーくっさくにちょっと頭を打ったような、くっさくに頭を打ったような川田どうだ。それから三沢もちょっとあの落ちる時にダメージを打ったかもしれませんね。これが三沢の表情。今20分が経過しました。今20分が経過しました。川田選手は脳震盪脳震盪ですかね、落ちることができません。これを先輩三沢、1年後輩の川田をリングに上げます。川田をリングに上げます。素晴らしい戦いになりましたね小村さん。はい、さあタックル、川田気がついた。張り手からさあ京セライ2年半の集大成、川田を引きずり落とした。三沢飛ぶ、かわす、川田かわす、闘志を発散している、闘志が引き出している。川田ラリアット、カウント2、この表情だ。三沢光晴も朦朧としてきた。どういう決着が待っているんだ。キックを打っていった三沢光晴、前回は記憶をなくしながら川田のスピンキックに、そうこれにまた行った。そうだ、今行ったばかりです。腹っ端だ。これで前回記憶をなくしたんです。そうでしたね。はい、いや今のかかとがですね、顔面をヒットしてたんですね。でしょう、さあそしてあっと正確落下、バックドロップ、全てをかけた。カウント2つ、カウント2つ、ミソーム一生懸命鼻血か、鼻血か、ちょっと赤いものが今見えました。さあ川田が先に起き上がった。すごい表情だ。顔面キック、ディフェンスした。これはディフェンスしている、突進した、エルボー、ゴディーア反戦を失神させたエルボーです。それが今まともに当たりました。どうです、いやこれは鼻血だと思いますね、多分ね、はい、そして川田の方は、いや脳震盪か。完全ゴディを破った、そのエルボーが最後はカードも伸び込みました。すごい戦いでした。三沢光晴、川田から2点を出し、三沢光晴、川田から2点を出し、歴史に残る素晴らしい勝負でした。22分ちょうどの試合、先輩三沢が後輩のカードを下しました。三冠王者の意地を見せております。これで三沢は総得点4点、現在阪神を破ったウィリアムズが5点、この三沢が4点、そして川田は1点、さらに阪神小橋エース、スミス、ゴディと2点という状況になりまして、京都大会を折り返しております。